各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国語勉強していきましょう。加油。今回はできるかどうかを尋ねる表現。まずはスキットを見てみましょう。你的电脑能打中文吗？可以打。你的呢？简体字能打，繁体字打不出来。哦，那是你没设定好。日本語の字幕で見てみましょう。你的电脑能打中文吗？可以打。你的呢？简体字能打，繁体字打不出来。哦，那是你没设定好。会話の間に3秒程度のポーズが入ります。まずはじっくり中国語の字幕を見て聞いてみましょう。你的电脑能打中文吗？可以打。你的呢？简体字能打，繁体字打不出来。哦，那是你没设定好。もう一度中国語の字幕で見てみましょう。今回はポーズはありません。你的电脑能打中文吗？可以打。你的呢？简体字能打，繁体字打不出来。哦，那是你没设定好。日本語の字幕で見てみましょう。你的电脑能打中文吗？可以打。你的呢？简体字能打，繁体字打不出来。哦，那是你没设定好。今回のキーセンテンスは、你的电脑能打中文吗？あなたのパソコンは中国語が打てますか？キーセンテンスを読みます。続けて発音してみましょう。你的电脑能打中文吗？繰り返します。次は字幕はありません。しっかり聞いて発音してみましょう。你的电脑能打中文吗？映像に合わせて発音してみましょう。可以打。你的呢？もう一度繰り返します。可以打。你的呢？最後にもう一度映像を見てみましょう。你的电脑能打中文吗？可以打。你的呢？简体字能打，繁体字打不出来。哦。那是你没设定好。你的电脑能打中文吗？可以打。你的呢？今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて、多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧。下次节目再见。